まあ、阿蘇は何回も来たことはあるんですが、まあ他の、まあ、地方も一緒だと思いますけども、まあ、景色がよく、まあ、広大でというところで、まあ気持ちよく働けるかなというところで2ヶ月間いるからですね、まあ、あとは季節の変わり目というところで、まあ、そこもせっかくなら感じてみたいというところで選ばせていただきました。阿蘇というところでやはり環境がですね、まあ、広大だからこそ人の患者さんのですね性格がものすごい柔らかかったりとか、もうそれこそ患者さん、看護師さんとか先生もですね、皆さんもみんな優しくて、なんかもう自分のおばあちゃんとかおじいちゃんとお話ししてるような感じだったので、すごく接しやすかったですし、まあ、こちらもやる気も出て一生懸命ですね、まあ、治療にというか、はい、携わることができたかなとは思います。やはりですね、こういう地域ではあるので、ご高齢の方というかが、まあ、非常に多い印象ですね。熊本医療センターとか荒尾市民病院にいましたけど、まあ、そこに比べてもやっぱり全然違う。100歳の人がぞろぞろと入院されるっていうところで、まあ、おじいちゃんおばあちゃんへのある程度関わり方ですね、まあ、体を触ってあげたりとか、しっかり音を聞いてあげたりとか、そういうところも先生方がされてましたし、ご家族、患者さんご家族がですね、やはり遠方にいらっしゃる、まあ、もう遠いところだったら横浜とかそういうところもいらっしゃったので、まあ、そことのですね、うまく架け橋になるというか、新規連携の方が大体はやってくださるんですけど、まあ、こちらからまめに電話したりとかですね、そういうことを繰り返し先生方が行っているのを見て、自分もですね、やることができたかなと思ってます。はい、学ぶことができました。はい、よく外来をさせていただいて、その中で困ったのがなかなか内科が多いというか、近くに阿蘇温泉病院とかいろいろ大阿蘇病院とかありますけども、まあ、皮膚科とか、精神科とかそういうところはなかなかないと。で、紹介するのであればどうしても遠方日赤だったりになってしまうので、まあ、そこがなかなか難しい。うん、開業医の方先生もですね、皮膚科とかないみたいなので、まあ、いかに患者さんが退院してからのフォローをどこにお願いするかっていうのをですね、苦渋しました。はい、一番はまあ、何か痛みを訴えたりとか体がきついとかそういう方がいらっしゃって、まあ、お話を聞いて、まあ、ある程度寄り添ってですね、そういう対応したら、まあ元気になったとかですね、先生に見てもらってよかったとか、そういう言葉が結構頻繁に出てくるところでもあって、ものすごい、そういうところですね、こっちもやっててよかったなっていう気持ちにもなりましたし、うん、なかなか若い人からそういう言葉が出るのはないのかなと思いながら、はい、よく言ってくださいましたね。はい、冬になったら家の洗濯機の水が凍るとかそういう話はあったんですけど、まあ、僕はそんなに寒い時期でもなく、まだなんとかですね、暖房もつけずに生活できるぐらいの感じで、非常に仕事終わって外出た時とかですね、まあ、涼しい、もう気持ち、空気が美味しいというのが一番ありましたね。あとはそうですね、まあ、内の巻とか、ここら辺周辺 の居酒屋とかにもですね、先生に連れてってもらいましたけど、まあやはり車がないといけないというところで、まあ、それもそれで良かったなと、まあ、電車で行ったりしたこともあったので、はい、大変だなと思いましたね。もともとの阿蘇地震の際の、仮設住宅を、そのまま使っているということもあってですね、ものすごい綺麗で、特にまあお風呂場とかトイレは自分が今住んでいるお家よりも綺麗でした。はい、で非常に快適に過ごさせていただいたなと思います。お部屋も広くて、はい、こんなところに無料で住んでいいんだというところで思っておりました。はい、非常に美味しかったです。はい、魚が週に2日ぐらい出ますけど、それ以外は、ラーメンが出たりとかですね、なんかこんなあるんだっていうぐらいの、一回なんか吉野家の弁当みたいなのが
吉野家コラボかなんか分かんないですけど出されてて、自分も食べたかったなと思いながらですね、それはちょっとあの土日だったのでですね、あの先生が食べられてるのを横目で見ているっていうところで、はい、ものすごく美味しかったです。今まで食べた病院食の中では一番美味しかったかなと思います。はい、まあ、一番はぜひ麻生医療センターをですね選んでほしいなというところ、自分がやっと医者になれたなという感じの働き方をできるというか、基本的には主治医の先生は別にいらっしゃるんですけど、まあ、担当医という形にはなるんですけど、あのもうメインで治療法ですね、まあ、選んだりとか何がこの患者さんにとっていいかとか、そういうところの判断をさせていただいたですね。あとはもう先生たちの垣根がすごい低くて、すぐ相談に行ったらすぐ答えてくださるというか、あのしっかり一緒に患者さんを見てくださるというところですね、非常に勉強になりました。やっとあの医者としての働き方ができてるなと実感したところでもありましたね。なのでぜひ麻生医療センターに来てほしいなと思います。なかなか他の病院でメインでですね、大きい病院だと、まあ、主治医というかメインで見るということはなくて、もう先生について先生の治療を、まあ、学ぶというか、うん、自分で判断して治療を変えるとかそういうのはないので、来てよかったなと思いました。はい、一番は、患者さんに寄り添った、まあ、テンプレートではありますけども、そこが一番大事かなと思っています。患者さんと話すのが好きなので、おじいちゃんおばあちゃん大好きなので僕はですね、あのしっかりお話聞いて、患者さんの話をなあなあにせずですね、まあ、一番はあの寄り添ってあげるというところを大事にしていきたいと思います。